はい、始まりました。はい、じゃあ、こんばんは。はい、じゃあ、真の始皇帝、宦官のところの第2部ですね。そうですね。はい、じゃあ、お願いします。真の始皇帝の話にですね、宦官が出てきますからね、宦官とは何かという話をですね、前回からしておりますね。はい、その続きでございますね。そうですね。前回はですね、ロジンが、女子はですね、宮中に閉ずということで、休憩を課したんですけれど、その休憩に閉ずということはどういうことかということで、ロジンのですね、見解を紹介いたしましたよね。はい、ではただいまからですね、虚勢の4種類ですね。そうですね。前回がエジプトとインドでした。エジプトとインドのですね、虚勢の方法を、はい、ちょっと紹介いたしましたけれど、今日はですね、中国の虚勢の仕方ですね。そうですね。4種類ございます。はい、1番目は睾丸と陰茎を全部切除する、ね、全部取っちゃうんですね。これが原則的な形態ですね。これエジプトとよく似てますかね。そうですね。はい、はい、次に2番目は睾丸だけを切り取ると、睾丸だけを切り取るね、これでも難しそうな気もしますけどね。袋を破ってあれですかね。しかしね、精液を作るところをですね、取っちゃいますからね、生殖機能がなくなりますよね。陰茎だけでは生殖できませんからね。あ、そうですか。はい、ちょっと、はい、わかりました。次3番目は睾丸のみを潰すという方法ですね。これは恐ろしいですよね。睾丸のみを潰すという方法ですね。これはですね、秦の時代に書かれました秦雲雑式という本によりますと、親がですね、子供を宮中に入れたいという場合に、幼児の段階で睾丸を潰してもらうわけですよね。それはですね、専門のですね、馬がいまして、その専門の馬のところにですね、幼児を連れて行きますと、専門の馬がですね、睾丸を揉むわけですよね。長時間かけて揉むわけですね。1日は2日じゃありませんよ。そうしますとね、睾丸がですね、生殖機能を果たさないようになるらしいんですよ。そうしますと大きくなりましてもね、精液が縮んでですね、成長が止まるらしいんですよ。そうしますとね、どうなるかと言いますと、男性の特徴である喉仏がですね、消えてしまいますし、それから声変わりをして女性的な声になりますし、臀部ですね、お尻が丸く大きくなりますし、それからですね、乳首部ですね、乳頭がですね、突起して大きくなるらしいんですよ。女性的特徴がどん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 出てきてですね、男性的な特徴が消えるわけですよね。もちろんひげなどは生えていきませんで、ね、ツルツルになるわけですよね。幼児の時にですね、睾丸を潰した、そういう宦官は宮廷に入れるらしいんですよ。ただね、あまりですね、小さい時にですね、そういう形で宦官にしたものはね、宮廷に入りますとね、宮廷で皇女とかですね、女盛りのですね、女官と接しますからね、したがって若い盛りでございますからね、慣れた性器、しぼんだ性器がですね、成長してくるらしいんですよ、まれにはね。機能は果たすわけですか。機能が復活するというか、復活してくるらしいんですよ。じゃあまずいですね、考えない。そうしますとね、宮廷の皇女には喜ばれるらしいんですよ。しかしそれはね、いずれ見つかるらしいんですよね。と言いますのはね、秦ではね、3年に1回ですね、検査をするんですね。3年に1回そして、精液が大きくなったものは手術するんですよ。またですか。また手術。それから5年に1回ですね、大検査をいたしましてね、そこで大手術をするんですよ。従ってですね、
精液がですね、多少ですね回復してですね勃起能力を持つに至ってもね、3年目5年目でですね切られちゃうんですよね、うん、ただしですねその肝がんを愛するですねバックがいましてね、お金を出しますと、うん、検査官が手袋を取りまして、ねね、逃れられますね、うん、そういう考えがねやっぱりいたんですよね。なるほど。バックが例えば皇后とかですね、まあ、それで今回のケースもね、そういう場合もあるんですよ、うんうん、そうですよね。というのはね、清朝末期のね清太后というね、ああ、はい、三悪女、三悪女の人がいましたけどね、こんなですね、これはしたんですよ、ずっと深いという考えがある。すみません、なんておっしゃいましたか。安徳？安徳会。はい。ね、西太后が、西太后が寵愛した宦官、安徳会ですね。はい。安徳会はですね、宮中から無断で外に出たことがあるんですよね。無断で出た場合は、これは死刑という決まりがあるんですよね。安徳会は、無駄で出ましたからね、そうで捕まったんですよね、はい、捕まえたやつがですね宦官を憎んでおりましたからね、安徳会が西太后のですねいわゆる慈しんでるですね宦官と知らずにですね処刑しちゃったんですね、あ、うん、切り捨てたんです。もう別にそれも普通は問題ないんですよね。いや、許可を得ずに出たものはですね死刑ですからね。まあいいんですよね、本当は正しいことしたわけですよね。正しいことした、はい、たまたま。そしてですね死刑にした後ですね股間を見たらね立派なものが吸い取ったんですよ。立派なもの、うん、偽宦官になったんですよ、はい、偽宦官ですね、そしてそれがですね、西太后のね寵愛する宦官ということが分かってね、これはやばいということでですね、安徳会のねついてるですね大きなものは切り取ってですね、うん、ごまかしたという例がありますね。あ、そうですか。もう西太后も今更ね、うん、いや、西太后はね、たびたびですね、たびたびですか、座りのですね症状が生じたというからね、安徳会以外にもね、やっぱりそういう関係を持つね、考えを思ってたの、持ってたかもしれないね。うんうん、そういうところはじゃあね、うん、政治もそっちの方も結構が、ね、お盛んな人だったということですね。西太后はね、また後でまとめて話す機会があると思いますけどね、大変な人ですよ。大したもんですね、うん、一種のですね気合いですね。なるほど、うん、まあ、はい、余談になりますけどね、西太后はね朝は簡単な食事でございますけどね、昼とですね、夕方はね、毎回360の品数のですね、おかずを作らしたんですよ。有名ですね、それね。それから120のいわゆるデザート、点心を作らしたんですよ。で、ほとんどまああれですよね。それ食べるのはね、一品しか食べません。そして、眺めるのは二品。ちょっと見るのが三品なんです。他のものはね捨てるんでございますけれど、360品を作らせるんですよ。ほとんど無駄ですね、うん、そしてその間ですねイチャモンをつけましてね、はい、味が薄いとか濃いとか言いますと料理人はですね西太后に前にですね連れ出されましてね撃たれるんですよ。で撃つ役がいるんですよ。なるほど。それは常にですね袋にですね、10本の竹を入れた黄色い包みを持ってましてね、それで打つんです。そして少ない時は40、多い時は80打つんです。それを見ながら食事するんですよね。そしてですね、血がほとばしるのを見ながら、西太后はね、食事をするんです。そして食事中ですね、打たれ続けるんですよね。食事中です。違いですよね。
そして360日続くんですよ、それがね。ただ例外的に、自分の誕生日ぐらいは打たない時もあったらしいんですけれど、まあ原則的にですね、360日打ったということですね。それはですね、後でご紹介しますけれど、西太后にですね、仕えたですね、宦官、聖徳長という人物がですね、自伝を書いてるんですよね。彼の話したことを孫がですね、書いたですね、自伝がありますね。そこに載っておりますからね、事実でしょう。ちょっと横に、それましたけど、睾丸のみを潰すということがありますね。はい、それから陰茎だけを切除し、睾丸を残すという例もあります。逆ですね、じゃあ。そうですね。はい、うん、まあ原則的にはですね、睾丸と陰茎を全部切除するという形が、まあ、ポピュラーな、典型的な、患者の去勢でございますね。では、身代の全面切除方法の話をいたします。この1ですね。はい、睾丸と陰茎を全部切除する。ね、第1段階は、根鞘を書くということですね。根鞘とはどういうものかと言いますと、自分が将来、宦官になった時にですね、宮中で援助してくれる宦官、それを探し出さなくちゃいかんのですよ。宮中に縁がないものは考えになりませんからね、金を使ってでもいいから宮中に勤めてる宦官とつながりを持ってね、宮中に入ってもその方が援助してくれるという約束をいたしましてね、そして私はぜひですね、宦官になって女人になって本田になってですね、宮中の嫁になりたいという懇書を書くんですよね。うん、それを根性と根性と言います。宮中の嫁ですよ。切除してですね、もうどこじゃありませんから、宮中に仕える、宮中の嫁になりますというですね、誓約書を書くわけですね。それを根性と言うんですね。第二段階は密室に入り接触をする。あ、接触ですか。というのはね、職を立つ。手術の前ですね。手術はですね。これはですね、治りを早くしなくちゃいけませんからね、風の入らないお蚕さんを買うような密室に入れまして、そこで接触をするわけですよ。接触ということは、手術中にですね、排泄物を出さないようにね、手術の前に内弁小便はするんでございますけれど、それ以上にですね、何か腹に残っておりますとね、手術中にですね、それが飛び散りますからね、患部を汚すかも分かりませんから、密室に入れて大小便をさせて接触をさせて、その上で手術するわけですよね。第3段階、手術直前の意思確認。このような手順を踏んでもね、本人に少しでも迷いが生ずるといけませんからね、手術の直前に再度意思確認をするんですよ。少しでもですね、ためらいの気持ちがあったらやめちゃうんですよ。やめちゃうんですか。やめちゃう、手術中止。中止で返すんですか。退出。あ、そうですか。退出、退出って言ってもね、手術はそこで中止ですね。やめちゃうんですよ。その男はもうね、考えにしないということでやめちゃうんですよ。そういう意思薄弱なものはですね、考えにできないということですね。最後の意思確認するんですよ。割とじゃあ手続き、お前は去勢されたらもう子孫ができませんよ、いいな、大丈夫だなということをですね、本人に問うわけですよね。少しでも躊躇の気持ちがあったらやめちゃいますね。これは第3段階。まあ、一応手続きは踏むんですね。踏むんです。まあ、何でもかんでも切っちゃうってわけじゃないですね。いや、ありません。わかりました。まあ、その方がいいですよね。それから第4段階に入ります。第4段階はですね、ちょっとここを見てください。ね、この部屋のですね、下に滑車がぶら下がっております。滑車がね。はいはい。
手術の前にですね、糸でですね、この睾丸と陰茎をですね、ぐるぐる巻きにするんですよ。ぐるぐる巻きにします。そして、ぐるぐる巻きにしたですね、陽物、陰茎と、それから睾丸を包んだもの、ぐるぐる巻きですね、滑車の紐にかけるんですよ。まさか引き抜くわけじゃないですよね。そして引き抜くわけじゃありません。そしてですね、刀をですね、睾丸と陰茎ですね、下から一気に切り上げるんですよね。そうするとパッと離れますね。まあそりゃそうですよね、その途端にですね、この滑車を回してですね、糸でぐるぐる巻きにした、いわゆるですね、睾丸と陰茎を上に引き上げるんですよね。ほとんどそれ引き上げる。これはもう拷問よりひどいんじゃないですか。いや、これ本人の意思に基づくものですからね、違いので、そしてその後ね、インドとね、エジプトの場合は熱い油を注ぎましたけどね、ここではですね、酒で洗浄するんですよね。あ、まあでも、まあそれらしきね、アルコール洗浄ですよね。酒で洗浄します。でその後ね、砂につけるとか、尿道にですね、薬をですね、押し込んで終わりなんですね。だからね、2000数百年ですね、女性の手術は続いておりますけどね、秦の時代に至ってもね、まああまり進んでませんね。でも、熱い砂には入れないんですね。砂は入れません。じゃあまだまだマシですね。そしてその後ね、ベッドに寝せてね、回復を待つんでございますからね。まあでも食事があんまりしてないから体力は持たないですね。いや、その後は胃を太を食べさせますからね。そうです。回復は早いと思います。まあ長年の経験でね、この時代になるとね、ほとんど死亡率はないんですね。あ、そうですか。まあ 99% 成功ですね。長い経験の結果でしょうね。だからエジプトの時代はね、死亡率が 75% でしたけどね、もうほとんどですね、死亡者は出ません。ただね、苦痛は苦痛ですよね。まあとりあえず、見てる限りちょっととてもじゃないですね、これ。原始的ございますし、麻酔の方法もありませんからね。まあなぜ進歩しなかったというとね、やっぱりね、考えになりたいというものは貧乏人の姿勢でしょ。そうですね。だからね、まあやっぱりね、原始的な方法でも良しとしたんでしょうね。まあそうですね。手術とかいうものじゃないですもんね、これは。そうですね。もともとが重罪人の刑ですからね、出発は。まあ刑から出発したんでございますけどね、この時代はもう刑じゃありませんよ。そうですね。自ら好んでなるものに対するですね、手術でございます。はい。ではですね、秦の末期にはね、去勢をもっぱらにするですね、2つの家があったんですね。筆家と竜家という2つの家ですね。筆家というのは正確にはね、筆五家というんですよね。筆五家。それから竜家というのは、小刀竜という家です、ございますけれど、考えになりたいもの、あるいは自分の子供に、考えの手術を受けさせたいというものはね、この筆家から竜家にですね、願書を出すんですよね。これはじゃあ政府お抱えの、いや、政府お抱えじゃなくて政府公認のですね、あ、公認の、民間のですね、去勢の専門家ですね。ああ、なるほど。そういう商売がもう出てきたってことですね。いや、出てきたけどね、この時期しかできませんからね、独占ですよね。独占です。そうしますとね、そこで、ね、願書を受け付けまして登録するんですよね。
そして皇帝の宮中の需要においてですね、必要な二重を届けなくちゃいけませんからね、大体ですね、年4期に分けましてね、一期に40人ずつ九州にですね、官軍を収めることになっておりましたからね、その人数に見合った分ですね、手術するわけですよね。あ、そういうことです。その時にですね、もう書類も審査しますけれど、まず顔つきね、ね、ハンサムボーイじゃないとダメなんです。なんか言葉遣いですね、それから聡明さ。あ、バカじゃダメなんですか。いや、バカじゃ いけません。あ、そうですか。自分に動かなくちゃいけませんからね、はい、皇帝のですね、一挙手一投足を見てですね、先回りして行動しなくちゃいけませんからね、バカじゃできませんよ、理事のもんじゃないとできません、まあ、それで優秀な宦官もどんどん出てくるんですよ。宦官はですね、最初は駒使いでございますけどね、その後はですね、皇帝のですね書類係になりますね。なるほど。最初はですね、書類の保管をする係でございましたけれど、その書類をですね、選別して皇帝に見せる係になりましたね。そうしますと、全国からたくさんの書類が上がってきますけれど、皇帝に見せる書類は宦官が選別しますからね。その選別に残るように、宦官にですね、金持ちや知事、大官がですね、賄賂を出すようになるわけですよね。立派な官僚になるんですね。立派な官僚になるとともにですね、大金持ちになるんですよ、宦官は。あ、それで。そのうちにですね、皇帝がですね、公共にこもってですね、仕事を専用になるっていう皇帝も出てきますね。そうしますと、皇帝に代わって、皇帝の意思を朝廷に行って皇帝の代理のような顔をしてですね、宣言をするようになるわけですよね。そうしますと皇帝の意思を伝えてるだけでございますけれど、皇帝の直だと言って言えばですね、ひれ伏して聞くわけですよね。なるほど。あたかも皇帝であるかのような存在になってくるわけですよね。ですよね。権限を持つになるわけですよね。それについての話は追って申し上げますけれど、じゃあここまで聞きましょうか。では、はい、また続けて申し上げます。はい、ありがとうございました。